Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanged. こんにちは、エイミーです。今日はクリスマスの飾り付けをしながら IKEA の購入品を紹介したいと思います。今年初めてクリスマスツリーを買いまして、 RS グローバルトレード社っていうところの150センチのツリーを買いました。知り合いがすでに持っていてとっても良かったので私も真似して購入しました。コンパクトに収納できるのでシーズンオフは小さく畳んで収納することが可能です。で、こんな感じで土台の部分を組み立てて、ツリーの本体の部分は上下2つに分かれています。葉っぱをこのように1本ずつ広げていきます。ちょっとここの作業は大変でした。この RS グローバル社のツリーは葉っぱがとってもリアルな素材でできてまして、紙と違うので子供がいたずらしてもちぎれない、そういった素材で作られています。色もですね、このようにグラデーションになっているところが本物みたいで非常にクオリティが高いです。これは本当に買ってよかった大満足のツリーですね。広げ終わったので今からこのソーラー電池式の IKEA の照明をつけていきます。で、オーナメントも IKEA で買ったものをつけていきます。これだけ入ってこのお値段なので本当にお値打ちだと思います。この IKEA のオーナメントはいろいろ種類があって本当に選ぶのが楽しかったですね。こちらの靴下のオーナメント、デパートで1個1000円ぐらいと結構高価なものだったんですけれども、こういった凝ったデザインのものを毎年1個ずつ揃えていって、こう徐々に徐々に飾り付けを増やして楽しみたいと思っています。赤いオーナメントも買いました。こちらはツリーにつけずにリボンを通してガーランド風にしていきたいと思います。はい、こんな感じで飾ってみました。オーナメントだけだとちょっと寂しい気もしたので自分で作ったリースをここに飾ってみました。こうすると結構バランスが取れていい感じです。それからこれはハロウィンの飾り付けの時にも紹介した、IKEA のガラスドームですね。ここに今松ぼっくりを入れてるんですけど、先ほどの赤いオーナメントの残りをここに混ぜてミックスさせていきたいと思います。ちょっと寂しい感じがしたのでシルバーの松ぼっくりを入れて華やかさをプラスしてみました。こちらのランプシェード、今年は赤いものを買ってみました。こういった照明を中に入れることができるんですけど、今回は赤い方に入れるんじゃなくて、もともと持っていたこちらの白い星のオブジェの方に入れていきます。赤い方には何も入れず、ただ飾りとして使いたいと思います。後でお見せするんですけど、この照明が結構明るくって良かったです。フレームもハロウィン仕様のままだったので、クリスマス用に変えました。こちらのフレームも前に IKEA で買ったもので全部セットになっております。今からこちらのグラスの中に松ぼっくりを入れていこうと思うんですけど、このグラスはソネングラスというもので、蓋の部分にソーラーパネルがついているライト付きの瓶になっています。環境に優しいし光の感じもすごく柔らかい光なのでとっても気に入っています。季節ごとに中身を入れ替えるのもすごく楽しいですよね。今これはリースを作っているところです。このリースはあんまりクリスマス感を強く出すっていうよりかは冬のリースっていう感じで、こう寒い冬をイメージしたリースにしたいと思っています。パンパスグラスが結構明るめの色なので渋いカラーのバラの実を使って全体を少し引き締めてみました。パンパスグラスは細かく
ちぎって使います。今これはリースワイヤーっていうワイヤーで材料をベースに固定しているところですね。特に接着剤とかは使わずにこのワイヤーだけで留めています。こちらは羽のクッションとクッションカバーです。羽のクッションはこれだけ入ってるのに値段が安かったっていうのと、あと大きさも IKEA のクッションは結構大きくて、でゆっくり沈み込む感じがとってもいいなと思ったので今回ちょっとチャレンジしてみました。こちらはフラワーベースですね。白い方にはコットンを入れたいと思います。で右の黒い方は特に何も入れずにオブジェとして飾る予定です。こちらは紅茶缶ですね。マットな質感の黒にこの金がすごくマッチしてて、四角いコロッとした形も可愛いなと思って、大きさもちょうどいいしめちゃくちゃ気に入っております。これより大きいサイズもあったんですけど、大きいとちょっと底の方が取りづらそうだったのでこの小さい方でちょうど良かったです。こちらは紙ナプキン50枚入りです。鮮やかなレッドがクリスマス気分を盛り上げてくれそうな感じがします。これで飾り付けは終わりです。最後に完成した部屋の様子をご覧ください。Misfortune seemed as light. We got into a drifted bag.